キプリングは、イギリス海軍の駆逐艦。京急。1937年10月20日寄港。1939年1月19日浸水。1939年12月20日収益。1940年4月、ノルウェーの飛行場攻撃を行う従順洋艦、サフォークを護衛。キロ、ドイツ軍機の攻撃を受け資金弾で損傷。 1942年2月、MF5 作戦に参加。エジプトマルタ間で運行された戦団の護衛20時。1942年3月10日、イタリア巡洋艦が来撃で損傷したとも情報に、基づき、軽巡洋艦、ナヤド、ダイドー、ユーライアラスなどと共に、アレクサンドリアから出撃。しかし何も発見できず、マルタから来た。 軽巡洋艦クレオパトラと駆逐艦キングストンと合流して摘当中の3月11日にナイアドがドイツ潜水艦によって撃沈され、キプリングは他の駆逐艦と共に生存者の救助に当たった。12日にアレクサンドリアに帰島し、翌日から今度は対戦相当任務に従事した。3月22日、第2次シルテワン海戦に参加。 1942年4月15日、海兵隊の部隊を乗せた駆逐艦ケルビンを護衛してアレクサンドリアを出港した。翌日未明、ケルビンはクーファニーシー島に部隊を上陸させ通信施設を破壊した。同日、2隻はアレクサンドリアに帰島した。1942年5月10日、キプリングは駆逐艦、ジャービス、ジャッカル、ライブリーと共に アレクサンドリアから出撃した。目的は敵戦団の攻撃であった。11日、敵機に発見されたため作戦を中止し、アレクサンドリアへ引き返し始めたが、ドイツ軍機の攻撃でライブリーが撃沈され、キプリングは117人を救助した。ついでジャッカルが被弾。さらにキプリングにも爆弾が命中した。被弾から約10分でキプリングは沈没した。 ありがとうございます。